はい、ありがとうございます。先ほどまでは金森さんがなぜ国際協力に興味を持ったかっていうところと10年プランっていうところもお聞きして、大学院卒業までっていうところをお聞きしたんですけど、この動画では大学院留学した後何されてたのかっていうところをお伺いしたいなって思ってます。で、セントアンドリュー大学を卒業してその後日本に戻ってこられると思うんですけど、はい、その時にどういったところで就職しようっていうふうに考えてたんですか？帰ってすぐに国連に行くチャンスとかも JPO 試験とかっていうのがあったので、うんうん、そういったところに応募したりとか、広島の平和構築事業っていうHPC って言われるところで、はい、国連ボランティアに行けるようなプログラムもあったので、そういったところに応募をしてましたね、うん、そうなんですね、うん、で結果的にはどこに行ったことになるんですか？はい、結果的にまあそこら辺は経験不足とかで受からなくて、そうなんですね、はい、それでその他の道っていうところで NGO とかを調べてたので、うん、現地に行って活動ができるような NGO を探していって、最終的に AR ジャパン難民を助ける会っていう NGO で働くことを決めました。なるほど、ありがとうございます。ちなみに AR って活動地域でいうとアフリカが多いんですかね？アジアとかも。そうですね、アジアとかもありますし、うん、中東とか中央アジアの方もありますし、うん、はい、今世界14カ国なんですけど結構均等に分かれてるのかなと思いますね。なるほど。実際 AR は具体的にどんなことをされてらっしゃるんですか？ AR ジャパンは日本名が難民を助ける会っていうところもあって、難民支援っていうのは一つの柱として掲げていて、うん、まあ、例えばウガンダの難民キャンプだったりとか、はい、ケニアの難民キャンプもそうですし、うん、そういったところとか、それ以外にも水衛生事業とかスーダンでやってたりとか、うん、アジアで障害のある方のための教育ですね、インクルーシブ教育なんかもやってますね。なるほど。じゃあベースとしてはやっぱり難民を助けるっていうところをベースにして活動はしてるけど、その他水衛生とかの活動もしてるっていうような感じですね。そうですね。ありがとうございます。実際その AR で海外で駐在されるっていう感じになるんですかね？そうです。実際どこの国行かれたんですか？まずはザンビアというアフリカの国に行きました。あ、そうなんですね。ザンビアも難民受け入れてるんですか？受け入れてるんですけど、隣の国のアンゴラで紛争があった時に逃れてきてた難民の方もたくさんいらっしゃって、メヘバっていうところに行って、そっちでも活動があったりもしたんですけど、はい、僕自身は難民支援系の事業じゃなくて母子保健事業っていう、妊婦のお母さん方とか赤ちゃんが亡くならないような、そういった死亡率を下げるような活動に従事してました。なるほど、ありがとうございます。じゃあそういった形で死亡率が高いっていうところに対して、その課題を解消するために AR の事業としては運営されてたと思うんですけど、はい、どういったプロジェクトを運営されてたんですか？そうですね、母子保健事業においては3つ柱があったんですよね、はいはい、1つ目が何もないところの診療所を建てるっていうところで、はい、5,6 時間歩いて行かないと診療所がなかったところに診療所を建てて妊婦さんとかがそこに行けるようにするっていうのが1本目で、2つ目が巡回診療を促進するっていうところで、はい、簡単に病院に行けないので村々を回って産前産後検診とかをして、問題がないかとか、5歳未満の子どもの成長のモニタリングとかするとか、うん、そういう巡回診療を推し進めるというところが2つ目で、はいはい、3つ目の柱が地域ボランティアを育てるみたいな感じですね。産前産後検診をサポートしたりとか、診療所とかにもスタッフがなかなかいないので、地域のボランティアの方に助けてもらって診療だったりを進めているんですよね、はい、でそういった状況の中で地域ボランティアの方を育成するっていうのがその3本目の柱としてやってました。なるほど。1個目は確かに分かります。で、2個目3個目とか俺したいんですけど、2個目のところって、まあ、いわゆる巡回診療じゃないですか、はい、巡回診療ってザンビアの方が巡回できるような形でサポートするみたいな感じで AR は入ってたんですか？そうですね、我々がサポートしてたのが新しく建てたヘルスポストっていう診療所と、はい、ヘルスセンターっていう少し大きめの診療所を2つサポートしていて、そこにはザンビアの保健省と協力してるので、ちゃんとお医者さんだったりが配置されてて、うん、そのお医者さんとかナースが村々がやっぱそこら中になんか広がってるんで、めちゃくちゃありますんでね、そういったところにバイクだったりとかを利用して診療に行くっていう形ですね、うん、なるほど。それをサポートするっていう風な活動でしたね、はい、なるほど、ありがとうございます。3つ目のところの地域ボランティアを増やすっていうところだと思うんですけど、基本的にはザンビアの方のボランティアを作るっていう話ですよね？そうですね。先ほどお話あった通り、看護師さんとかそういったところのボランティアだけではなくて、他にも何かあったんですか？産前産後検診とか巡回診療の時に100人以上のお母さんとかが集まるわけですよね、はい、それを一人一人見ていくと大変すぎると確かに記録をつけるのもすごく大変なので、はい、各村々にいるボランティアの方が巡回診療が行われる広場に集まってきてくれて、いくつかのセクションが分かれて、例えば血圧を測ったりとかっていうのはサポートできますし、ボランティアの方でも、うん、そっか、できるところをサポートしてもらって、看護師さん一人に対しても見れる範囲をちゃんと狭めていくようなイメージ で、はい、そうですね、ボランティアをちゃんと育成していたって感じですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、ケニアにも行かれてたんですか？はい、ケニアにも行ってました。じゃあザンビアの次はケニアに行かれてて、はい、ケニアでは何されてらっしゃったんですか？はい、ケニアは完全に難民支援のプロジェクトだったんですけど、はい、カクマ難民キャンプっていうケニアの南スーダンより北西の方にある難民キャンプで働いてましたね。なるほど、ケニアも南スーダンとは
接してる感じなんですか？そうです、国境が接してますね。はい、なるほど。じゃあそこを難民支援ってどんなことするんですかね？はい、いろんな活動がありますけど、難民支援、うんうん、で特に有名なのは国連の UNHCR みたいなところが食料とかを配布したりとか、うんうん、家とかもそうですね、ちょっとしたシェルターだったりとかを難民の方に提供するっていうのがあるんですけど、それ以外にもキャンプがあると教育だったりとか医療だったりとか、うん、いろんなものが必要になってくるので、この AR でやってたことは特に学校とか教育に関するところで、うんうん、青少年のプロテクション事業っていうプロジェクトをやってました。具体的に青少年のプロテクション事業っていうのはどんなことなんですか？はい、そうですね、当時特にやってた部分は一つはまたこれも建設なんですけど、はい、中等校とか学校の校舎が足りてなかったりして入れる生徒も少なかったりしたので、うん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 、そういった校舎の教室を建てるような事業があったりとか、あとは紛争から逃れてきてトラウマを抱えている子どもたちもいっぱいいるので、はい、心理社会カウンセリングとか、うんうんうん、カウンセリングをできる先生を育てるような TOT っていう、はい、教えるようなことをやったりとか、はい、特にひどい精神状態の子はよりちゃんとした医療機関に送ったりとか、うん、そういったことがあったりとか、あともう一つが難民キャンプとかでいろんな問題があるんですけども、性暴力の防止だったりとか、うん、早期妊娠の防止とか、そういったことを生徒の皆さんに学んでもらえるようなライフスキル教育っていうのがあって、うんうん、そういったものを促進して青少年プロテクションとか守るような活動をしてましたね。そういうことなんですね。ちなみになんですけど、難民キャンプってどれぐらいの NGO の方って入られてたりするんですか？20団体ぐらいいますかね。そうですね、もっといるかもしれないですけど。ちなみに日本の団体それでどれぐらいの割合ですか？日本の団体はケニアの核難民キャンプには当時2団体ですね。他には世界からの、そうですね、いろんな国からですね、ノルウェーだったりとか、あとはケニア自体の地元の NGO もいましたね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに AR で働かれてたのはどれぐらいの期間になるんですか？約3年ですね。あ、そこも3年なんですね、うん、じゃあその3年で魅力的なところとか、そもそも NGO のやりがいみたいなところでちょっとお聞きしたいんですけど、うん、NGO のやりがいとして僕が感じたのは、うんうん、現地の現場にまず行けるっていうところで、うんうん、青年海外協力隊ほどコミュニティにずっといるっていう感じではないんですけど、現場にも行って仕事できるし、国際協力の業務全般に携われるっていうところですかね、うん、っていうのは自分の団体のプロジェクトを運営している上で、人事的なところ誰を採用するかっていうところもそうですし、はい、マネジメントもそうですし、経理とか調達に関することとか、本当に多岐にわたる業務を体験できて、すごく忙しいんですけど全体像が見れるっていう部分はありますし、それがやりがいも感じるというか面白いなと思ってましたね。確かに大きいプロジェクトで NGO とかじゃなかったりすると、うん、ある一部分だけの担当をお願いされるっていうケースが多いですよね、うん、そうですね。一方で NGO で働かれると駐在っていうところができて、かつプロジェクト全てに対して自分でやんないといけないから、うん、そこを学べるっていうところは一つやりがいになったんですかね。そうですね、はい、うん、ありがとうございます。ちなみに NGO の課題とかってあったりします？いくつかあると思いますけど、一つ常に感じてたのはプロジェクトを実施して、うんうん、その成果だったりとかモニタリングとか評価っていう部分がちょっと足りてないなっていうのは常々感じてましたね、うん、なるほど。 NGO でもプロジェクトっていうのを回す上で終わった時に評価が入るんですね、はい、そうです。一応入ってて、 NGO ってどこからお金もらってくるかっていうと寄付だったりもそうですし、うん、日本政府からの資金を得て活動するっていうのもあるんですけど、一応どんな効果があったかっていうのは調べないといけないんですけど、うん、そこまで深く追求するようなことは少ないので、そんな中で自分たちがやったプロジェクトがどれだけいい成果をもたらしたか、うん、何が悪かったか、で何が改善できるかっていうところは調べなきゃいけないけど、毎日の業務が忙しかったりとか、団体としても資金を政府から取ったりするためにそういった書類を書いていく上であんまり時間がなかったりして、はい、どうしても後回しになるんですよね、はい、っていう現状があって、そういった中で成果とかをしっかり測って次に改善につなげるような、そういったことをもっとしていかないといけないなっていうのは思ってましたね。そうですよね、おっしゃる通りで、プロジェクトって終わった後どれぐらいそのノウハウを残せて次のプロジェクトに活かせるかっていうところが非常に重要なところなんで、はい、ちなみに NGO とかは第三者評価みたいなところをするんですか、はい、それとも自分たちの団体でするみたいな感じなんですか？どっちもあると思いますね。あ、そうなんですね、はい、政府資金だったりしたら第三者の日本政府が雇ったコンサルさんとかが評価に来ることもありますし、現地でプロジェクトのためにそういう評価をするような人を雇って見てもらったりとか、あとは自分たちでアンケートとか用意して自分たちの授業がどうだったかっていろんな意見を集めたりとか、そういったことはしているところもありますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画では大学院卒業してから AR で何されてたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画では JICA っていうところから果たして金森さんは国連に行けるのかっていうところをお話しいただこうかなって思ってます。はい、はい、じゃあこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。